お疲れ様です。今日はですね、こちらの最新型メガナイトオールブレイカーやっていきます。ということで、新たなメガナイトオールブレイカーが、ね、登場しました。今回はザ・ピーくんですね。はい。こいつ、昔はオワコンでしたけども、今だとね、急成長していろんなデッキに入ってきてますが、さあ、ついにメガナイトにもね、入ってきちゃいましたよ。ということで、アチャクイですね。主にアチャクイの枠、前まではマスケのパターンもありましたけど、マスケハンターアチャクイの枠にザッピーが来たということですね。で、あと、一応変わった点があって、ゴーストも来ました。あ、今までは、まあ、最近だと特にユーノだったんですけど、まあ、ぶっちゃけこのユーノとゴーストどっちなのか問題はね、なんか、定期的に変わるっすね。多分1年後、またユーノが強い、みたいな感じでユーノになって、またね、クララ続いてたら次はゴーストだっつって、なんかね、交互になってる気がします。はい、なので、ぶっちゃけユーノとゴーストは好みでいいかなと思うんですけど、ちょっとザッピー型はね、ぜひ、今までアチャクイ型とかでね、てかアチャクイ持ってなかったとかいう方もいると思うので、そういう方にはぜひね、ちょっと今回の、このメガナイトにはチャンピオンが入ってないんで、使いやすいんじゃないでしょうかと思いながらの、さあ、これ、相手きついんじゃねっていう思い。で、今回なぜこのゴーストなのか、これです。もう五分小屋。はい、槍五分が強い。五分小屋がいるし、なんだ、まあ、とりあえずアウトローとか、このね、ゴブリンとか、この小物系に対しての、やっぱゴーストっていうのがね、非常に刺さりますよね。あれこれ、ディガーつなげたら、おっ、ザッピーの、うっ、2体残したかったけどね。はい。さあ、今回の間はスケラなので、こういう細かいのについてこれないんじゃないでしょうかのコウモリ無双。あー、それ嫌だな。よいしょ。見て。それ撃たれたら嫌なのにします。さあ、というわけで、だいぶ序盤から、イケイケどんどんしちゃったんですけども、まあ、ウトロも裂いて、結構苦しいだろう読みのね、はい、だいぶダメージを稼げたので、もうここからも逃げようかな。ディガーでちまちまいけれるんで、はい、まあ、ディガーとその他もろもろでちまろうかな。で、まあ、ザッピーのいい点はこう後ろから取りますセパできるんで、セパして相手がこう、まあ、軽く来たところをメガナイトで踏んで回収、まあ、これでいいと思いますね。はい、することが結構シンプルになりそう。コウモリ追加行きたいけどね。行くとポイズン来そうですけど。ま、さすがにこれは、なんかいいコウモリになりそう。ああ、めっちゃいいゴブリンや。拾われていく。まあ、ダメージ稼いでいくか。せっかくならね。このヤナミとかでね。はい。で、ちょっと前はザップ。それこそメガナイトこれもザップでしたけども、まあ、今はね、やっぱこの、アウトローゴブ小屋。まあ、そういったカードに対しての、ザップだとね、対応できなくて終わっちゃうみたいなのがあるんで、やなめですね。はい。さあ、これ、ウォールブレイカーが入ってくれて、足前止めとくか、これ。さあ、で、スケラは？なんならゴーストもね、ちょっとだけスケラ9人でね、この範囲で。褒めたら無能かもんで。そうそうそう。と言ったところで、にゅい、まあ、ザッピーがね、ちょっといいですね。あとは、なんだろうね。マイティとか、まあ、鳥もなんか環境に寄せたらザッピーになっちゃったみたいな感じですかね。はい、まあ圧着い方でも全然強いと思います。今まで通りのメガネトールブレーカーもまだまだ強いけど、ザッピー型もあるよと言ったところで、まあマイティエレジャイ、まあ、その他もろもろチャンピオン持ってないとかいろいろ使いやすくはなるんじゃないでしょうか。さあ、だいぶセレブなゴブリンだ。よろしく。ちょっと回転早いですね、これ。ザッピー、コウモリ、オールブレーカー、ディガーで回せるんで、意外とこのメガナイト以外で、ちまちまカードを回せるのもね、このメガナイト、オールブレーカーの強みではあるが、さあ、ダークプリユーノなので、ペッカですか、メガナイトですか、何ですか、教えてください。エレキ。エレキね。いや、マジで分かんない。ペッカ工場の、バザリック来た。ペラムか？懐かしき。呪文チェック。
タルババ？あー、いや、わかんないです。さあ、矢の雨も来る。まあ、ジンギデッキ的な？これ、橋前メガネとめっちゃ行きたいな。エレキもいないんで、止めるのむずいそう。エリババぐらいいて、で、事故るみたいな。ペッカでしたね。これペッカもボコボコにします。矢の雨使った後でコストが足りません。はい。ペッカはね、メガナイトに勝てません。何のためのペッカやっていう。さあ、このメガナイトプリンスがね、本当にずっと強い。あの、範囲攻撃のメガナイトでゴブリンとかね、まあゴブリンギャングとか、ああ、まあこれミスですね。そういうのに対応しつつ、単体攻撃、火力のね、プリンスを添えることによって、何が来ても突破できるね、メガナイトプリンス。最強の形ができちゃうんですよね。さあ、それにより、ペッカー相手にも早くも一本を取ってしまう。まあ、マサネクとかいるんで、あんまなんか後半入っていくと嫌な香りはしてますけどね、ムート。で、エレキマサネクだったな。俺のコウモリがどうにかなっちゃいそうだった。さあ、で、マザネクだけ、まあ危ないんで、ちょっと早めにね、ダメージかすらしといてもらって、これザッピー固めて良さそうだけどな、相手の呪文は何だったっけ。あー、それやばいやん。普通に考えたら。まあでも、なんとかなるやん。あ、やばい、なんとかなんない。これなんとかなんないんで、もう攻めます。なんとかなんねんだもん。はい、まあ遅れてこれザッピーぐらいで守っていけばね、なんとかなりそうですよ。はいはいはい、よし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 、まあ、守れないんで守らないはね、正しい判断ですよね。そうしたら相手も守れないんで。OK、 火力はだいぶ高い。ゴーストプリンスザッピーね、いいね。なんならエレジャイとかには相性良さそうだ。さあ、メガナイトプリンス組むだけね、組むだけ強いね。一旦組んどけばなんとかなる。さあ、よろしく。できるだけ低コストでいってらっしゃいして、見送りしてあげて、縦線ね。ザップさすがにないよな。あー、これプリンスでよかったっすね、間違いなく。ちょっとコウモリ生かしたいんだよね。これプリンスだった方が一発で抑えられるんですね。さあ、縦線アーチャクイバルキリーか。で、ホグね。迫撃ホグ説はね、ややある。消える。まあ、これは仕方ないですね。はい。まあ、迫撃ホグか、ボムタワーのホグか、みたいな感じかな。コウモリは強そうっすね、今回の相手に。アイスピぐらい。まあ、バルキリー縦線でちょっと陸硬いんで、そこを突破できますかいって感じだよね。本当にいつ、マジ迫撃強すぎ。5コスにしてくれ。コスト重くなればクララワのカード弱くなる説があるからな、正直。それを差し置いて強いのが文句。さあ、このザッピー追加ちょっといやらしいんじゃない。で、アイスピーディング、うおー、アイスピーの位置めっちゃ良かったけど、ザッピーが強い。ザッピーが強いぞ。縦の説読みます。で、3コスでディガー行って、グッドゲーム。1本取っていく。で、次、ホグ用にコウモリとゴースト取ってって感じかな。いや、やなめ強。便利すぎん？やなめって、正直。で確実に抑えていく。あと守ればいいんでね。いや、ザッピーやばいな、めちゃめちゃいいな。普通バルキリーとかやっぱ突破ねしにくいけど、こいつの援護でバルキリーが回れない、回れない。バルキリーってだってもうナイトやで、ナイト範囲攻撃がやっぱ強みなのも。でまあこれはディガー防衛もね視野に入れながら、クメコウモリ最強で、まあクエイクか、まあ、左サイド一応警戒して。いや、このザッピーセパによって両サイ警戒できるのやばいやん。
さすがにね。3秒2秒 OK。 うん、いやザッピーいいっすね。メガナイトプリンスに、まあ、それこそマイティとかに弱いんですよこのカードはね。メガナイト特に、そう最近流行ってるマイティにも、まあ、ザッピー後からつけちゃえばね、相手もマイティで守れると思ってますから、さっきみたいなバルキリーで止まると思ってるところを仕掛けると一気にペース握れちゃうかもね。まあ、着になって逆に何に弱くなったかっていうとむずいな。あー、五分五分マジで。すげえなんか、めんどいな。五分五分スケキン、来たよ。最初のデッキじゃない？いや、ほんまに流行ってるんですよね、このデッキ。すげえ。流行りすぎやろ。さあコウモリを残したい。いいね。ヤナミ優秀、ゴーストも優秀。これにはタルババかな。ビガーつけてもよかったけど。さあスケラね。まあスケラの受け自体はそんな優秀じゃないんで、こっちは結構攻めたり、まあ、コースを使わしたりしてペースを握っていきたいとこではある。むず、まあ、一旦ね。アウトローもめっちゃ強いんでね、これ来たら蓋した方がいいです。まあポイズン打たれたら打たれたっすね正直。こっち残して、あ、これコウモリちょっと残ってんでいいんじゃない。このオルベイカ樽でもタゲ取ってて2体入ります。さあでかすぎる。いやでもこのスケラー、このスケラーというか五分小屋がもう多すぎて多すぎて、なんかザッピーかわいそうだな。ゴーストはもうそのためっすよね。いやマジで多いってあんた。まあ一旦で、アウトローとかもいるんで、まあ、あんま攻めたところで綺麗に受けられちゃうだけなんで、俺はそんな攻めないっすねぶっちゃけ。攻めずに守る、守ってこのカウンターで一目に行く。これがアウトローに穴道したいっすよ。ポイズン使った後なんでもうグッドゲームやる。はい、もう一周コウモリ、コウモリがきつい相手は。おい、さあなんで相手の受けが多い分自分から攻めずに攻めさせてカウンターでもっと削りたい。いや陸技強。さあ頭の守れば勝ちって感じかな。でこういうのにもゴーストがね後ろからね、女の子の背中をね。さあいいね。いやこのスケラちょっと怖いっすね。でもやってる感じ、ゴブゴヤがね、ゴブが貯められたらだるいけど、まあディガヤで処理してって感じかな。今まあ4分の2で小屋なんで、あ26度、 2.6 って書いてる、教えてくれてる。これ結構ありがてえよな。プリンスホグ用に構えて、おー、なるほどね。コウモリいっちゃいます。アイゴレ咲いてるんで、アイスピ咲いたらこのコウモリ、お兄さんどうすんの。いいね。まあこれはホグ来られると嫌なんで来たけど、うっうっなーい、何やっとんねん。さあでこれはねキング起動されるのものすごい嫌なんで、いや、されなさそうな顔してるけど。事故ってる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 。ゴーストが、これオールブレイカー次かでだいぶ苦しくないですか。はい、いただきます。やばこれ何もしてないけどな、守っただけみたいなとこあるよね。
で相手が攻めてきた後だったんで、もうカウンターでねコースを使ってあげて諦めたかな。さすがにこのダメージ差は諦めないですね。いいよその気持ち大事、諦めないね気持ち大事。これ真ん中スケルトンとかオシャンに読んじゃいます。便利なことを1コス、やべ。いやでも相手もなかなかやばいらしいけど、いい勝つんだ。まあさすが230は俺が鉄砲しなきゃ守れるというか折れる柳2周だもんね、ぶっちゃけ。さあまあファイボには弱いんでね、ザッピー、まあ攻めてきそうな方に少なめにしてあげてね。まあそっちが別に蹴取られても俺はもうおとなしくね、ちまちま削るだけなんでね。はい、諦めたっすね。最初から諦めなせえやん。諦めるんだよ。さあいいね。まあなんかアチェクイとかだとさ、逆サイ端前アチェクイとか後ろから出すのかみたいなのとかあったけど、もうザピアもそんなん考えなくていい。トリマ後ろにザピゼバしとくだけでいいんで、でまあどっちか攻めてきたらね、そのままメガネと踏む、それの無限ループだと思うので、だいぶいいんじゃね、使いやすいんじゃねと思いやす。さあよろしく。日本プレイヤーっすね、マジ日本人強えやつ多いかんな。よいしょ、トリマゴースト。あーマイティにはね俺知ってるんですよ、トルネードが入ってないんですよ多分。おゴーストこれ入ってくれ一発。こうホグあでもこのプリンス嫌そう。あこれやべえ、あこれマイティってなんか俺折れるかもしれない。あやべえマイティやってもうたっすね。まあ、でも相手もダメージなんでお互い様、これはお互い様ってことでいいかな。いやマジマイティミスった、それは飛んでくるっすよね。だからメガナイト俺は出さずに、まあなんかステイしてウォールブレーカー釣る準備しとけばよかったんですけどあって言って、やばいよかったかな遅れて。気づいた時には遅かった。さあ今回の相手はなんだ、マイティの、わかんねえな、マイティでおられたから間の攻めがわかんねえけど、さあ俺はまあ一本追んなきゃいけないっすね。これ追んなかったら負けっすね、追んなかったら負けだけど、逆に追っちまえばみたいなとこある。なのかな。なんなら2本プランが見える、このまま左まで、ね、さあ一本折ってから危ねえよ。これマイティで夢つかみ諦めたかな。来たところもうザッピーでね、いや本当に何のためのザッピーって話なの、マイティのためなのに、強欲にねちょっと攻めたくなってね、自分の形組むことを優先したらマイティに綺麗にぽっかりいかれましたね。マジで何のためのザッピーよって話よ。リンクなんかサンクラ率が
高い気がするな。メガナイトプリンスの強さが出てる。すげえサンクラばっかじゃね。さあ、トルネ。トルネ使ったらまあ、そりゃ、金ギドないんでね。だいぶ奥底にね。あー、バルキリートルネか。やっすね。スケラフリーズとか、そっち系の。遅延スケラちゃんもあるんだけど。なんだろう。ホグファルチェか。ロケバルキリーゴブリンっすよね。ホグファルチェか。ホグファルチェしかないよ。さあ、ホグファルチェらしいので、まあ、なんか、ええ感じに城塞攻めたいっすね。これ、ロケ使ってんだ、相手。バルキリーやめて。ゴースト、いや、ゴブリン、いい、強すぎ。なんでや。お前2個すか。さあ、ホグファルチェか。なるほどね。まあ、でも大丈夫な気はしそうですけどね。ファルチェの釜でザッピーがね、ズタボロにされちゃうのがちょっとかわいそうかなぐらいで、それ以外は特に問題がない気はしてるけど、どうなんだい。こういうの言っていい気がするんだよ。いやー、なんかゴーストがね、いい感じに陸空橋使いたいけど、プリンスも使いたいみたいな、相手からしたら苦しそう。うわー、余裕があるね、相手。いや、でも、いやー、これ止まっちゃうのよくないね。やべ、なんか竹が、いや違う、右がめっちゃ入ってる、なぜか知らんけど。いや、このザッピーセパのこの2体でね、あれでも守れると思ってたけどみたいな。俺のディガーの位置下手かな。左が危ないです。トルネで下げられそう。未来見えてるかもしれない。これだってさ、うん、がい、危ねー。ホグファルチェ、いやでも常にエリクサーのリードはしてたんで、ロケ打つ分で相手が危なかったけど、なんとかね。いや、ザッピーめっちゃ活躍してたわ。ザッピー垂れ流してるだけで、うわ、なんか相手最悪のプロフィールしてる。3枚で最も最悪度を表すプロフィールしてたよ。あれ超えれねえよ、なかなか。うーん、ホーバーね。あれ、普通のラバっぽい。普通のラバなのか、本当か。その普通のラバだったら、ここにはヤナメかスケドラか。スケドラ来る。ラバ掘りっすね。まあ、ザッピーヤナメコウモリあるから特別悪いわけではなさそうですね。
いやそれ強いな。下がってほしいフェニックス。おお、ババア。これちょっとチャンスというか、相手の陸キムないんで走らせます。行ってこい。いやスケダラ強いって。リガカタン、気持ちいい。なんだその迷いに迷ったフェニックスは。でこれ陸が来るで竹取ってくれるんでオールブレイカー。ああ矢崎か。これ一番嫌な防衛パターンでしたね。さあでもじゃあだいぶね序盤にダメージ稼いだんじゃね。普通のラボホリでしたね。プロフィールだけだった嫌なのは。さあまあこっからは形組まれたら CB じゃんってなると思うんですけど、まあ言うてザッピー相手は処理できないわけですから、いかにこのザッピーちゃん大事にできるか。まあここには墓石があるといえど、墓石も壊れたら、これゴースト頑張ってほしかったな。もっとこのメガナイトっすね。いや俺は耐えたい。耐えれるのがクロロア。うっ、なんでやねん。今のは耐えたいんですよ本当に。え嘘やろ、絶対嘘やろ。さあまあ残りあと800ぐらいなんで、まあこれは冷静にね。ザッピー最強なんで本当にそれだけは言えます。ザッピー何があっても最強です。でこのディガーですらも強いで、オールブレイカー行って真ん中宝石間に合わないんですかい。さあグッドゲーム。まあ2本目本当はねあれ守りたいっすね。1本目か左のタワーね守れるともっと楽に勝てるかなと思います。というわけでメガナイトオールブレイカーね、まあ、今の環境も全然メガナイト特別弱いとかははいないと思うので、皆さんもぜひね使ってみてください。ではお疲れ様でした。まだいー。